この講習会は韮崎消防署が毎年暑さが本格化する前のこの時期に開いています。今日は救急救命士が韮崎小学校の5年生およそ40人で、去年は全国で9万人以上が熱中症で救急搬送されたことを説明しました。そして日頃から水分、食事、睡眠の3つをしっかりとって予防を心がけることや、熱中症の疑いのある人が自力で水が飲めない状態だったり、問いかけへの応答が鮮明ではなかったりした場合はためらわず救急車を呼んでほしいなどと話しました。熱中症に後遺症があることを初めて知りました。今日水筒忘れちゃったけど、忘れないようにしてもっと水分を取りたいなと思いました。はい、1だと思う人。この講習会は来月3日までに周辺の小学校でも開かれます。